昭川観光祭は、富山県都並市昭川町の島市にて1953年より、毎年6月第1土曜、日曜日の2日間にわたって行われる祭りである。昭川観光祭は、近隣の四家村が1952年6月1日に合併し昭川町となり、1周年を迎えた記念として1953年より、 昭川町館交際として始められた祭りで、昭川京花火大会と、夜高安どを練り回す昭和夜高安どを、メイン行事として様々なイベントが行われる。1日目はベニマス放流かみ取り、市街地の横を流れる昭川の船と橋付近にて、花火大会、夜高安どの町練り、並びに、安どコンクール、その後、合わせと呼ばれる、安ど同士のぶつけ合いが行われる。 二日目は、天正稲穂太鼓貝流し、昭川温度貝流しやよさこいと波ミーン、並院川観光祭、並びに初日と同じく夜高安カアンン街練り貝並びに合わせが行われる。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020年、2021年と2年連続で、観光祭料は中止となった。 夜高安丼は15の地区にて、大、中、小安丼、合わせて約26基が、小川市街地を練り回す。そのうち、合わせを行う高さ約5.5メートルの大安丼は9基で、ある。都並、南都地方では6月初旬に、田植えが終わり、休みを取るという意味の、休んごとと言われる習慣があり、この時期に合わせ各地で、 五国法上を願うた祭りなどが行われているが、昭和区一期では、福の町の福の夜高安頓を真似て、金谷、陳太郎地区の人々が昭和7、8年頃安頓を作成し、練り回した。その後各地区が安頓を新たに制作、そして競い合ううちに大型化していった。その後、第二次世界大戦の影響により祭り自体が廃れ、廃絶してしまったが、 1953年より、始まった昭和町観光祭にて復興市政大に行われるようになり、最盛期には30数期の大正安頓が町を練り、回した。だが、昭和30年代に入ると、安頓政策により、仕事へ支障をきたすことや、自動車普及により外練りに支障をきたすようになり、徐々に数が減り、1962年にはまたも、廃絶してしまった。 しかし1972年に、金谷地区清水町内の人々が復活を志すこととなり、翌1973年に、金谷、陳太尾地区の人々が、大安頓六6期、中、小の安頓十数台を引き出したことで、再び復興を果たし、以降現在まで受け継がれている。また、2012年11月17日には、大安頓を有する八町の若手約20名が、 生涯夜高弱連中を発足した。2015年には1988年まで大安丼を出していた軽阪弱連中の大安丼が27年ぶりに復活した。これまで引き出の不足により、1989年以降は中安丼のみを児童、園児らの手によって練り回していたが、大安丼復活の機運が町内の若手たちから2年ほど前より高まり、 準備に取り掛かってきたものである。約26機のヨルダカアンドンは、そり状の小さな車輪がついているスリキと言われる台車に練り、回すための大棒と言われる太い丸太をいげたに組む。スリキの中心には辛抱を刺し、その辛抱には、下側から、おかみあかりと書かれた連絡とも言われると言われる、長方形の立方体のアンドン、その前後に釣り物と言われるアンドン、その上に傘に、 水引幕を張った傘鉾、そして最上部には、出汁といわれる御書者や、御腰、船型を、片切った安頓が乗せられている。連絡、釣り物、出汁は、約2ヶ月掛け木枠や竹枠、針金を用い立体的に形を作り、色とりどりの彩色を施し、最後に両引きを施した和紙を貼る。夜になり中に火が灯ると、より一層出汁や釣り物が、 鮮やかに立体的に浮かび上がる。畑地下20日、会、清水長木吉友会、締野の三八会、船誠会、種田地区児堂、母親クラブ、有心子赤連中夜高安頓の合わせは、十数メートル離れて退治した二期の大安頓を全力でぶつけ合いをし合うもので、喧嘩安頓と言われる。一日目は、夜高安頓コンクール終了後に、 生川生涯学習センターから、都並市役所生川支所間の道路で、二日目は午後7時30分頃より、富山銀行生川支店前付近の道路にて、午後9時頃より、生川生涯学習センターから、都並市役所生川支所間の道路の2カ所で行われる。各地区責任者である、最強の合図で、安頓同士をぶつけ合った後、大棒でお互いの安頓を押し合う。 二日目の夜半に、すべての合わせが終わると大安頓と和歌手が集まり、手締め式が行われ、夜高安頓の無事取り行われたことと来年の引き継ぎを確認し祭りは終了する。小竹は、古くは、昭和町観光祭夜高安頓に参加しており、一旦途絶えた後1975年から1980年頃まで、再び参加した後また途絶えていたが、2014年秋に、 地元の温泉宿にて展示されていた、高さ約3メートルの夜高安どを譲り受け、大棒慎重、若干の改良を施し、2015年6月13日、約35年ぶりに、中学生以下の生徒、児童らによって、同地区で練り回しを行った。ありがとうございます。